皆さんこんばんは、こともりみーの顔語り部屋へようこそ。今日は有名人ではなく、身近にいる一般人の人相を語りたいと思います。有名人の顔語りではめったに出てこないパーツが登場しますので、どうぞお楽しみに。本日のテーマです。怖い女の先輩に共通する3つの人相についてです。怖いと言ってもパワハラ系、サイコパス系、いろいろありますが、今回は意地が悪い系の怖いについてお話ししていきます。怖い女の先輩かも、共通傾向。こともりが出会ってきた人の中で意地が悪い系の怖い女の先輩は2人いました。 A 子とは職場 A で出会いました。 B 美とは職場 B で出会いました。出会った当時の年齢は、 A 子は40歳、 B 美は29歳。美人度を5点満点で言うと、 A 子は 4.5、 B 美は 5.0、 つまり美人。そしてお二人とも美意識がとっても高かった。 A 子はヨガに力を入れていました。 B 美はファッションに力を入れていました。そして仕事っぷりはどうかというと、両者誰もが認めるテキパキ系。美意識なのか育ちなのか、ピンと背筋を伸ばして仕事をする姿がとっても印象的でした。架空の物語の登場人物で例えるならば、 A 子は白雪姫に出てくる王妃、 B 美は小公女セーラに出てくるラビニア・ハーバートといった感じ。こちらを実写で女優さんに演じてもらうとしたら、王妃は国生さゆりさん、ラビニアは加賀まりこさんといった感じでしょう。なんとなく伝わりますでしょうか。怖い女の先輩共通人相。さて、そんな2人のお顔立ちはどうだったかですが、共通点は3つありました。受け口と釣り目とこめかみの青筋です。なので、こともりは美人で美意識が高くてテキパキしていて、受け口で釣り目でこめかみの青筋が目立つ女性に出会うと、怖い女の先輩キャラだと自然に身構えてしまいます。たとえ自分の後輩として出会ったとしてもゾクッとします。彼女たちの仕草で特徴的だったのは、話す口がいつも四角や台形だったこと。そして誰かを嘲笑うとき、ケケケとかシェシェシェという笑い声だったこと。下の顎が出ているからですかね、母音のえが混じっていました。続いて、釣り目とこめかみの青筋の組み合わせ、これはまさにガラスの仮面の世界観です。彼女たちはいつもこんな表情をしていました。それにしても、怖い女の先輩役にぴったりの国生さゆりさんは、受け口でもないし釣り目でもない、むしろ垂れ目。それなのにきつい役がぴったり合うというのは、なんとも不思議です。いかに彼女のピキッとこめかみの青筋を立てる表情が強烈かってことですよね。あと、怖い女の先輩役にぴったりのもう一人、加賀まりこさん。彼女は中年以降になって、眉毛の高さが著しくアンバランスになりました。若い頃は一緒の高さでした。もしかしたら常日頃ピキッと青筋を立てて、片眉をキュッと引き上げるような表情をよくしているのかもしれませんね。怖い女の先輩共通行動。エピソード1。仕事が終わらない仲間をよそ目に、私は終わったのでと勝ち誇った顔で帰っていく。エピソード2。講習の面前で転んだ人、大声で叱責されている人、改札前でカバンを漁っている人を、眉を潜めて白い目で見る。エピソード3。上司がみんなでやっといてと命じた案件について、じゃあ私まとめるねと当然のように管理・報告する役割に回る。エピソード4。後輩のミスで自分が上司に怒られた場合、
その後輩を数日間無視する。これらの行動パターンが見られると、こともりは意地悪認定をしています。すべての源は人の優位に立ちたいという気持ちから来るものなのだと思います。人間みんなある感情だと思います。ただ、彼女たちは劣勢になることへの恐怖が人一倍強いのだと思います。怖い女の先輩、共通環境。それでは物語上の意地悪な女性からどのように意地悪な人格というものが生まれるのか学んでいきましょう。まずは白雪姫に出てくる王妃です。自分こそが世界で一番美しいと信じている王妃。彼女が秘蔵する魔法の鏡は、世界で一番美しいのは誰？という問いに、いつも、それは王妃様です、と答えるので、王妃は大変満足して暮らしていました。ある日、王妃が鏡にいつもの問いをすると、それは白雪姫です、という答えが返ってきます。怒りに燃える王妃は白雪姫の殺害を企みます。続いて、小公女セーラに出てくるラビニア。寄宿学校で生徒たちの中心だった富豪の娘、ラビニア。ある日、富豪の娘で容姿端麗で心優しいセーラが入学してきたことで人気を奪われます。セーラの父が死に、学院からの優遇が外れたのを機に、あからさまないじめを開始します。ある日、いじめる理由を、代表生徒の座を奪われたからと問われると、彼女はこう答えます。落ちぶれても悔しい表情を浮かべないからよ、と。二人の共通点、お分かりでしょうか。そう、王妃は自分こそが世界で一番美しいと思っている時代があり、その後、白雪姫にその座を奪われたのです。そしてラビニアは生徒たちの中心だった時代がありましたが、後から入学してきたセーラに人気を奪われました。そう、二人とも一番だった時代があり、その後その座を誰かに奪われているのです。そうして意地悪な人格が生まれたのです。リアルな世界での A 子と B 美は、出会った時にすでに意地悪だったので、何に一番であった時代があったのかは分かりませんが、姿勢の良さやいつも藍色のかかったハンカチを持ち歩いているところを見ると、育ちの良さが感じられます。A 子には年の離れた兄がいました。B 美は一人っ子でした。もしかしたら彼女たちに一番を植え付けたのは両親なのかもしれませんね。その一番を信じる気持ちの強かった子供ほど、その後の現実を知った時、自分が劣勢になることに対して恐怖を抱いて意地悪になるのかもしれません。怖い女の先輩、人相学。それでは冒頭にお話しした怖い女の先輩を構成する3つの要素、受け口、釣り目、こめかみの青筋について、人相学上どんな意味があるのか見てみましょう。受け口ってどんな人？女性は意地っ張り、男性は策略家。相当な理屈や素直さにも欠け、容易なことでは、はい、わかりましたと言わない。何にでも文句をつけたがる傾向あり、柔軟そうに見えても気に入らなければてこでも動かない、と、そんな風に言われています。続いて、釣り目ってどんな人？我が強く、猜疑心が強い。喜怒哀楽がすぐ顔に現れ、自分を通す。猜疑心から誤解をし、その相手を敬遠することも。自分を守る性分のため、周囲との間に一定の壁を作らないと落ち着かない。相手に合わせる接客業には不向き。と、そんな風に言われています。続いて、こめかみに青筋が立つって？頭に血が上ったことが原因です。
以下3つの要因が重なると血管が浮き出ます。1、ストレス、興奮により頭に行く血液量が増加する。2、血流がスムーズではない。3、おでこが前に出気味でこめかみの皮膚が薄い。興奮すると血管が浮き出やすい方は脳梗塞になりやすいとも言われるため注意が必要です。ちょっとここでこめかみが持つ意味を見てみましょう。こめかみは目の横の高さの部分を最小と言います。そして目よりも少し上の部分を関門と言います。このこめかみにほくろがあると男好き、女好きと言われます。またほくろが新たにできると異性トラブルのサイン、離婚のサインと言われます。またここがくすんでくるとセックスレスであると言われます。それから赤みがさしたりニキビができたりすると恋愛感情が高ぶっていると見ます。男性は右のこめかみに状況が出ると言われています。女性は左のこめかみに状況が出ると言われています。だからでしょうか、こともりが記憶に焼き付いている女性の青筋の映像は左のこめかみばかりです。まとめると、こめかみというのは異性関係の状況が現れる場所だから、ここに青筋が立つということは皮膚が薄い、つまり貧相ということ。だからこの満たされていない感じが女にとっては自分に牙が向いてきそうに感じられて恐ろしいというわけです。こういう青筋の立つ女性が思い焦がれる男性が万一自分のことを好きだった場合、徹底的にいじめられるのは覚悟した方がいいでしょう。それでは最後、意地悪系の怖い女の先輩の特徴をまとめていきます。もしや像、美人で美意識が高くてテキパキしている。これだけでは全く確定にはなりませんが、もしかしたらというレベルの特徴でございます。そして意地悪の典型キャラとしては、白雪姫の王妃、小公女性らに出てくるラビニアがそうです。彼女たちには共通した境遇がありました。一番であった時代がある。そしてその座を奪われる。そういう境遇から意地悪という性格が誕生していました。人相の特徴は3つあります。1つ目は口、受け口です。受け口は意地っ張りで理屈屋と言われています。2つ目は目、目が釣り目である。これは我が強く、猜疑心が強いと言われています。3つ目はこめかみ。こめかみに青筋が立つ。これは医学上ではカッとくる、血流が悪い、皮膚が薄い、そうするとこめかみに青筋が見えると言われています。脳梗塞に注意です。人相学上申し上げると、異性関係が現れる部位が貧弱なので、転じて幸せな同性を攻撃してくる可能性があると見られます。はい、以上が私こともりが意地悪系の怖い女の先輩キャラだと認定する人物の特徴でございました。それでは最後の最後、絵と文字を組み合わせて今回のテーマのお顔を締めくくりたいと思います。我が強く、猜疑心が強い、意地っ張りで理屈屋、異性関係が現れる部位が貧弱、幸せな同性を攻撃しやすい。いかがでしたでしょうか。私の思う意地悪像は皆様の感じる意地悪像と近かったでしょうか。今日は私こともりの拙い顔語りにお付き合いいただきありがとうございました。